少書、均等。省の国を滅ぼし、その後2年、王が病に倒れて、療養ができなかった。2人の皇は言った。我々が王のために僕を行おう。しかし、宗公は言った。私はまだ我が先代の王に売れ売ることはできない。そこで皇は自分の功績と考え、3つの段を同じ場所に築いた。南の方角に段を作り、 北向きに修教が立った。壁と慶を持ち、太陽、王旗、文王に告げた。死は祝トを唱えていった。あなた、玄の孫よ、あなたは苦しみと虐待にあっています。そして、三人の王よ、あなた方は天における偉大な子孫としての責任を持っており、私は早くあなた方の体を変わってくるべきです。私は人々に対する人徳を持ち、 多くの才能と義芸を持ち、神々に仕えることができます。しかし、あなた方、元の孫は私のように多くの才能や義芸を持っておらず、神々に仕えることもできません。そこで、私は天庭の庭であなた方に祈りを捧げ、司法の安定を祈ります。私の祈りによって、あなた方の子孫は地上で安定し、司法の人々は恐れをののくことでしょう。 ああ、点の下に置ける方面が失われることはありません。私たちの先代の王も永遠に帰る場所を持つでしょう。今、私は元気に命じます。あなたが私の願いを叶えるのであれば、私は碧と敬を差し出し、あなたの命令を待ちます。しかし、あなたが私の願いを叶えないのであれば、私は碧と敬を返すでしょう。そして、三つの木を占って、 一つは吉兆であった。契約を見て、同じく吉兆であることを知った。うは言った。体、王が騙さないことを願います。私の小さな子供たちは三王に新しい命をいただきましたが、永遠に終わるのはこの計画です。ここで待っております。どうか私を一人思い起こしてください。孔は帰り、そして柵を均等の箱に収めました。 すると、王の病は日ごとに回復していきました。武王が亡くなると、甘宿とその仲間たちは国内で流言を広めました。それは、皇は幼い子供たちに不幸をもたらすだろう、というものでした。修公は二人の皇に語りました。私がそれを避けることができない場合、私は我が先代の王に報告する術を持ちません。修公は東方に滞在する2年間。 その罪を犯した者を見つけました。その後、孔は詩を作って王に送りました。その詩の名前は司教と言いました。しかし、王はまだ孔に対して大胆な言葉を発することはありませんでした。秋が深まり、豊作の時期でありながら収穫が行われていなかった。天が大きな雷と風をもたらし、穀物は倒れ、大きな木々は根こそぎ引き抜かれた。 国民は大いに恐れ、王と大臣たちはみんな、柵を開いて、均等の書を読み、そこで修公が自分の功績を主張し、武王の立てた計画を引き継いだことを知った。二人の公と王は、死と百官に問いただした。彼らは答えた。真実です。ああ、公の命令に従い、私たちは言うことはできませんでした。王は書を握りしめて涙を流し、言った。 もはや木木を行う必要はありません。昔、皇は王家のために努力し、私には理解できないほどの尽力をされました。今、天が威力を発揮し、宗皇の徳を検証しています。しかしながら、私たち小さなものは新たな逆行をしてしまいました。国家の儀式もこれに適応すべきでしょう。王が郊外に出ると、天は雨を降らせました。 風がが逆にに吹き、き穀物は一斉に起き上がりました。2人の子は国民に命じ、どの大きな木も倒れていた場所をすべて起こして気づかせました。年ごとに豊作が訪れるようになりました。